尾崎三郎、尾崎三郎大正7年10月13日は、日本の官僚、男爵、意味縄、森茂、別名、戸田が学、京都郊外の祭院村で代々議長を務める家に、生まれる、陶磁器研究家の尾崎一志成は長男、県政の神様と呼ばれた、明治、大正、昭和にわたって活動した、政治家、尾崎幸雄は女性にあたる。 忍の寺宮所大部の若林森之の三男として、山城国くずの群祭院で生まれたが、幼くして、両親と死別し、学森への志を持ちながらも、1857年から、カラスや、そして、冷勢家に仕えた後、三条耳に気に入られて、元家人の戸田蔵主の養孫となり、戸田が学と名乗り、耳の家人となる、文久二年。 孔明天皇の直死となった三条を耳に随獣して、江戸に赴き、翌年の8月18日の政変で三条ら、過激白行が京都を追放された七良京地では三条に、随行し、長州藩へ落ち延びた。慶応元年、三条に従って、太宰府に移った。この間、激犬、乗馬を習い、読書を積んだ。戸田画学の別名で、三条の名城として、 西郷隆盛など尊王上位派との連絡役を務めたのもこの時期である。画宰府では、苦行の進化や諸藩の人種との交流によって上位論から開国論へと転向した。慶応3年3条の了解を得て、見物の名目で長崎に赴いた際に、アメリカ領事や坂本龍馬、中島信行らと親交を結び、大政奉還の策を協議して岩倉ともみに検索する。 その際に出されたのが、後の三色制度であるとされている。坂本、陸津宗光らと共に、都西へも赴き、ついで京都に向かい、そこで坂本と同席している間に、京都二条城で、徳川義信により大政奉還が行われた。そこで、急遽、西郷隆盛らと同戦して、太財府に戻り、事態を三条耳に報告した。維新後、実家の尾崎生を継ぎ、尾崎三郎と称した。 龍馬の死後、三条は朝廷に復帰するが、尾崎は龍馬から聞いた海外の話に関心を持って、留学を志す。これは、伊藤博文にも指示され、三条は、着南、高安氏と共にその従者として、イギリス留学することを命じた。慶応4年3月、高安氏、中見門広島る、毛利元子及びその従者の一行八人で、神戸港から渡英した。 長崎からは62日間の船旅となった。イギリスでは、川瀬正隆に英語を学んだが、後に、オックスフォード大学長校生として、イギリス法を習得するまでになっている。後に、川畑実文のイギリス留学の世話もしている。ロンドンでの英語学習中の明治4年、岩倉施設団のアメリカ到着を知って渡米し、木戸隆義や岩倉と会見して、 条約改正の時期焦燥を検索し、寺島宗則などとともに、ロンドンに戻った。ロンドン留学中、サブローは、英語教師のウィリアム・モリソンの家に同居し、その一人娘のバサヤ・キャサリン・モリソンと、明治2年に結婚し、参女を設けた。明治6年には、木戸の養成で帰国、大乗館に出資して、法制整備の任に当たる。明治7年に養祖父、 戸田蔵主の孫の戸田愛と結婚した。明治十一年、尾崎の英国での結婚を知った上司の伊藤博文は、森村家に一時金を渡す、よう、井上織に依頼、明治十三年には、森村家からも井上に相談があり、尾崎が八重織縁し、英国妻パサイアとの婚姻届を井上に提出したことにより三条を耳にも知れ、耳を激怒させた。バサイアから、 尾崎の欧州赴任の嘆願もあり、同年、ロシア駐在一等書記官として、講師、柳原咲光と共に、サンクトペテルブルクに入る。翌年、バサイアとの離婚役上書を、英国で交わし、帰国後大上官大書記官、内務大進むなどを歴任。明治18年には、元老院議官として大日本帝国憲法の審議に、当たった。明治23年の帝国議会発足ともに、 同年9月29日貴族院議員に直選され、翌年成立した第一次、松方内閣においては、法制局長官に就任した。明治23年12月に出版された国会傍聴議場の記談には、尾崎三郎氏の演説はなかなか上出来、三浦康氏の弁説は、流暢なり共に老練と記されている。後に、田口浮吉の帝国財政革新会の結成を支援する。 明治29年6月5日に乱尺を除尺。明治40年には、宮中古問館。晩年には、文部省維新資料編纂委員を務めた、中央公論者より、各、上中下官で、尾崎三郎自情略伝と尾崎三郎に一起があり、詳しい足跡をたどることができる、異界勲章等、ありがとうございます。